ウィリアム・ハーモンド・ライトはアメリカ合衆国の天文学者。1935年から1942年の間、リック天文内の大長を務めたカリフォルニア州サンフランシスコ生まれ。1893年にカリフォルニア大学を卒業した後、リック天文内の観測助手を務め、1903年から1906年の間は、 チリのサンティアゴの近くのサンクリストバル山の天文台の設立のために働いた。サンクリストバル山の新しい天文台では6ヶ月しか観測しなかったが、その間に南半球の多くの恒星の視線速度の観測を行った。1908年にリック天文台の観測員に任じられた。第一次世界大戦の末期の九百十八年から九百十九年の アイバはアメリカ陸軍のアバディーン主権上で働いた。その後、リック展問題に戻り、引退するまで同天問題で働いた。ライトの業績は、構成の視線速度の研究や自ら設計した分光器による申請や、星雲のスペクトルの研究などがある。1924年に異なる波長を使って火星を撮影することによって、撮影された直径が異なることを見出し、 火星の大気層の厚さを1 0 0トルであると見積もった。1928年にヘンリー・ドレーパーメダル、1938年に王立天文学会ゴールドメダルを受賞した月のクレーター、火星のクレーターと小惑星ライトに懸命されている。ありがとうございます。